あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうしよう。人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に思い込ませて、世界を作らせるように。歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて、真赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられかねてゆく。一番アリスに近かったけど。